はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リシドです。さあ、本日なんですが、電信アポピスというね、このモンスターが実装されまして、これ魔改造された令和のアポピスなんですけども、これめちゃくちゃ強いんですよ。このモンスターを使っていこうと思ってまして、デッキ見てください。今回のデッキ、なんと、モンスターが0枚になっておりまして、魔法トラップのみで構成されております。まあ、モンスター0枚デッキ、強化版ですね。はい。で、このデッキ、まあ、どういうデッキかっていうと、まあ、永続トラップモンスターで戦っていくっていうデッキですね、基本的には。で、永続トラップモンスターなんですけど、電信アポピスがね。で、このモンスターね、結構ね、優秀でね、自分が相手のメインフェーズに発動できて、通常モンスターとして出せると。で、トラップカードとしても扱う。で、自分のフィールドに、他の永続トラップカードがある場合、その数まで相手のフィールドの表側表示のカードを選んで効果を無効にできるっていう効果を出した時に適用できると。だからね、これね、例えばですよ、永続トラップデッキの弱点であるハーピーの羽暴きとか、まあ、ライトニングストーンみたいなとか、そういうカードにチェーンしてこいつ出すと、それを無効にできるんですよ。だからね、全部っぱにめちゃくちゃ強くなりました、永続トラップデッキが。で、さらに永続トラップをその破壊効果から守れますので、まあ、例えば激肝永続トラップ、まあ、今回入ってるのはちょっとモンスター効果いっぱい使いたいんで、スキルドレインとか入ってないんですけども、まあ、例えばサモンリミッターであるとか、マクロコスモスであるとか、こういう激気も永続トラップカードを破壊から守ることができる。要は破壊するカードの効果にチェーンして打てばアポピスを無効にできるんで、その効果を。だから、まあ、この激気も永続トラップを全力で守るというね、そういう激気もムーブができるわけですよ。これを今日はやっていきたい。で、まあ、ちょっとどうせだったらね、あの永続トラップめちゃくちゃいっぱい入れたいなと思って、まあ、こんな感じの構築になってるんですけども、永続トラップってやっぱ入れすぎるとね、その盤面が埋まって邪魔になるんで、まあ、モンスターとして出せるあの永続、トラップが結構やっぱ相性良くて、まあ、ここが入ってるのはメタルリフレクトスライムとか、それからスタチューですね、スタチュー系、それからスタングレイ、それからまあクモイオの土蔵、アズルーンっていう、この辺のモンスターね、この辺のモンスターたちでトラップモンスターをまあ供給していって、まあ、クモイオの土蔵とかアポピスのまあ効果を有効に活用していくと。で、あとは、やっぱパワーが低いわけですよ。モンスターがないんで、パワーが低い。デッキパワーが。なので、まあ、ドローソースをいっぱい入れて、枚数でカバーっていうのと、それから、神穴ね。神穴全部入ってます。神の宣告、神の警告、神の通告と。この辺のカードを使って、相手の、まあ、動きを封じていくと。まあ、見ていただいたらわかるんですけども、完全に先行しか考えてないんで、高校の勝率がね、えげつない低いんですけども、まあ一応ね、高校でも神穴でまくったりとかいうことは、まあ一応起きる可能性はありますけど、まあ基本的には先行、で激もトラップをめっちゃセットしてドヤ顔するというデッキだということで、これを勝利いただければなと、はい、思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はいはい、ドローソースちょっと来すぎな感がありますが、まあゴードンとかぶるとな、合剣と合ドンとかだったらいいんだけどね。まあ、ちょっと合金から発動しましょう。合金発動で6枚除外して、100枚ドロー。あ、増地ね。はいはい、いいですよ。これ増地腐らせられますから、このデッキ。なんでかっていうと、先行1ターン目、1回も得しかしないからです。ああ、合金来たらいいね。合金はいいよ。さあ、合金発動。デッキトップ3枚見て、クモイオ、神戦、神戦。なるほど。クモイオかな。神器やるし、まあ、ハーピーの羽根ぼうき飛んでくるから大丈夫でしょ、最近ね。ライスと羽根ぼうき飛んできたことないから、まあいいや、セット。これでハーピーの羽根ぼうきって言われたら詰むからやめてね。で、これアポピスがあるとハーピーの羽根ぼうきケアできるんですけどね。ちょっと今ないんで、まあしょうがないんで、とりあえず、相手受けるんですけどさ、増殖し、あー、オーガナンバーいいでしょう。はいはい、オーガナンバー効果、OK です。まあ、サモンリミッターはいつ発動してもまあいいかな。神系で、シンクロでいい瞬間に破壊するのが一番効きそうな気がするけどもね。で、セアミンですね。OK、いいでしょう。で、セアミン召喚、いいよ。まあ、貫通されるかもしれないからね。ここからは。多分シンクロ召喚出てきた瞬間に神系したらさすがに多分ね、貫通できないと思うんでね。でもこの辺も全部いい。この辺も全部貫通されるからいい。なんか最悪もうなんか、ディアノート手札に持ってましたみたいなパターンあるから。ああ、決め !9 レベル決も。いやもうサモンリミッターはね、まだ打たなくていい。多分ね、これでね、いい、もういい、大丈夫大丈夫。
蹴るべきもいいよ。最悪サモリミタ、嘘は蹴るべきの落ち方によって。あーなるほどね。そういう感じか。だからやべ、俺バレたな。俺デッキバレたな。デッキバレたな。デッキキモってなってる、あれで相手絶対激キモデッキなことがバレていく。激キモデッキなことがバレていく。クライム構えられる。なるほどね。さあナチュビで1枚ドロー。ナチュビじゃねえや、シャドビで1枚ドロー。多分シンクロ召喚してくれるのこれね。でシンクロ召喚これルーラーでしょ多分。はいはい。でここを神系よ。この召喚無効なんで蘇ってこれませんね。はい、これ蘇生制限出したいんで。でここでなんか起こしてこようとしたらこのサモリ見たよ。これで多分貫通されない。あーはい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 。ディアノート効果発動して自分の墓地からパンク特殊召喚したいっていう効果、これサモンリミッターね。キモ。これでキモ。はいはいはい、まあ、サモンリミッターで、まあ、ちょっと一旦2回くらいまでにしましょう。モンスターラスの、まあ、2回くらいまででちょっとゆっくりゲームしようと思うんですけど、いかがですか先生。まあ、ちょっと遊戯王最近特殊召喚してたと思うんですよね僕は個人的に。多分あれクライムだよな。クライムは割れるときはとっか。メタルリフレクトスライム発動で。あ、チェーンないね。増人とかもない。で、クモン用の銅像発動。で、クモン用の銅像を特殊召喚しまして、で、クモン用の銅像くんがいる状態で、トラップモンスターが盤面に出てくると、カードを破壊できるという効果がありまして、これで相手の、多分クライムを破壊していく。はい。で、除外するか、除外ゾーンにカードないから回収ができないと。マクロか。あ、強いね。うん。マクロはね、強いね。ティアラ、パンク系にマクロコスモスはね、ガン刺されだね。サモリミマクロでもう、これゲームエンドだね。さあ、ゴッドスライムを出していく。ゴードン打っちゃっていいな。ゴードン。まあ、裏ラ打つのはどうぞ。ネクロバレーとかも、まあ、発動しなかったけど、どっか行っちゃったな。墓地決め。墓地のカード決め。あー、いいよいいよ。OK。了解。まあまあまあいいでしょう。まあ、これは通ってもそうなんです。どっちもいいんで。で、まあ通った方が良かったんだけど、まあいいでしょう。で、マクロコスモセットしまして、まあ、ウッドフェイズ入ってまして、普通に 3000B とか始まるだけです、あとは。さあ、3000B とか始まっていく。で、メイン2入って、まあ、これでターン終了していいですね。はい。で相手の動きに合わせてマクロコスモスでこれゲームエンドよ。終わってんだこの時、終わってる。あーはい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 。いやでももうシンクロできないからな、その動き、その動き。あーでもわからん。あーちょっとマクロコスモスはまだいいな。はい。でセアミン召喚ね。だセアミン召喚からさ、フォクシー効果でレベル5とか出してきたところでもうそこで終わりだからね。あのサモリミッターの効果のがあるから。さあ、セアミン効果発動はいいですよ、どうぞ。はいはい。で、フォクシーチューン。いいよ。さあ、サモンリミッターのおかげで、ターンが返ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今、ターンをいただきました。ターンなんていうのはね、何枚あってもいいですからね。さあ、これで、相手のライフはあと1400か。いやまだ特殊召喚しない方がいいか。次のターンで殺せばいいか。メイン2入る。でセット、エンド。あこのデッキねキル能力めっちゃ低いんですよ。トラップモンスターがクソなこと点しかないんで、基本的にはワンキルとかはあんま取れないですね。はい。まだじわじわ削っていくと。あー福田クイーンね。 OK いいよ。セット、なるほど。耐久してこうってる。とりあえずソウルオブスタチュー発動。でソウルオブスタチューを特殊召喚で、クモン用の土壌の効果発動。相手のこのフクラクイン、いやまあモンスターよりもフクラクインの方が、フクラクイン破壊してモンスター破壊するときはマクロコスモスやればいいですかね。あハウクにする、何、あじゃあマクロだな。はい。
あ、墓地に送られるカードはゲームから除外されるという、効果がありますので、よろしくお願いします。モンスターラッシュか。で、クモン用の土蔵を、あ、クモン用の土蔵の効果ちなみに単一ありません。で、クモン用で相手のカードを破壊していく。シャドール、墓地へ送られない。ドロー。マジで終わってんだ、このデッキ。劇的に終わってると言っておこう。ランク7もできるし、リンクもできるのか。1400。どっちでもいいな。これリンクでいっか。邪魔なんでリンクしましょう。で、こうして、はい。はい。で、まあ、万が一、まあ、これでワンキル取れなかった時のために、クモン用だけ残して、はい。はい、大成功でした。あのね、終始ね、終わってた、このデッキ。ああ。マジで。相手に絶対したくないね、俺だったら。あー、なるほどですね。これはティアラメンツ相手とかだったら、まあそこそこ刺さりそうな気がするんだが、ネクロバレーがね、刺さらない相手はちょっと微妙なんだよね。なんかその一応、入ってるボチメタが刺さると止まってくれるとか、まあサモンリミッターが引けるとかね、まあ、そういうちょっと速度を落とさないとね、ちょ現代遊戯王にはついていけない。あ、増殖するで OK。 これマジで刺さりませんので、まあ増殖する G 打って多分相手なんかその増殖する G をケアする札を引かれることをちょっとケアしたんだろうけど、まあ特殊召喚ほとんどしないということでこれアポピスでしょ。アポピスだな。ちょっと新機械を使いたいアポピス持っていきましょう。これクモイヨと永続モンスターが3枚あるんで、さすがに結構強いですけどね。マクロがあったらもっと強かったかなと思うんだけど、まあでも結局先行ゲだけどね。先行ゲなんだけど、はい、はい、キモーい、はい、キモーい、はい、激キモ。激キモワンメン。ネクロバレー4セエンド。ちなみにライトニングソードがハリボクケアできます。アポピスがいるんでね。キモいね。さあ、あー、ビーバーか、なるほど。ビーバー、なるほどね。ビーバー、なるほどね。まあ、ビーバーは無効にした方がいいか。スプライトはね、多分ね、着地狩りをひたすらし続ければいいんだよね。なんで、デーシングアポピス発動をクモン用チェーンだな。で、これでクモン用がいる状態で、デーシングアポピスが出てることになるんで、永続トラップカード1枚あるんで、1枚カードを無効にできて、で、クモン用がいる状態でトラップ出てきてるんで、1枚破壊できるっていう。で、これ、ビーバー無効にする、ビリビリになった後に処理後、クモン用効果、相手のビーバーを破壊。OK。で、あとはこれスターターしか無理なんですけど、スターターで出てきたモンスターを処ればいいんで、多分大丈夫ですね。で、ネクバもあるんで、まあ、エルフとかから蘇生されてなんか展開伸ばされるみたいなことは多分なくなるはず。まあ、ネクロバレーあってもなんか意外とスプライトって動けるけどね。ターンしろ、OK。了解。ドロー。サモリミッター。最強。いや、多分勝った。これは、バトル。これでサモンリミッター、いやもうサモンリミッター多分無理なんだよな。多分スプライト多分先行サモンリミッター無理なんじゃないか。あー、一応ジェットがいるか。ジェットでサモンリミッター処理みたいなことされるとちょいきつかなとは思うんだけども、まあ、ゆっくり行きましょうよ。ちょっと焦らずにね、あのクモン用の土蔵で破壊できる枚数をちょっとある程度確保しながら。あー、将来神ね。はいはい、将来神 OK、まあ、将来神全部スルーするか。一回将来神全部スルーして、で2体出てきた瞬間に、いやもうここでキャロットとか出てくるかな。あ、でも永続だから大丈夫か。サモンリミッターは、破壊されなければ大丈夫なんで、無効にされても効果が永続なんでね。だから多分ここでキャロット出てきても別に無効にされたところ大丈夫で、で開門 OK です。で、モンスター召喚してきたタイミングでドヤ顔サモンリミッターで勝ち。マジきめえな。いや、このデッキガチきめえ。あ、レッドね。なるほど。まあ、じゃあサモンリミッターで。終わってて草。マジで終わってる、このデッキ。まあ、スタート、あ、じゃなくて、なんだっけ、スマッシャーズがあればワンチャンだけど、エンドフェーズね。はい、ありがとうございます。そうね、まあ、一応出しに行くか。
一応メタルリフレクトスライム出しに行きますか。で、雲井用で相手のレッド破壊しに行くか。さあ、で、これは無効にされても別にモンスターが、減るだけなんで、それはそれでいいというところで、さあ、レッド対象に破壊したいです。まあ、一応無効にはできますけど、まあ、無効にしたところで意味がないから普通に破壊される。OK。6000、なるほどね。勝ったか。ですね、まあ、とりあえずゴッドスライムを召喚していく。ふん、ゴッドスライム爆弾で、バトルフェーズ、2000、3000戦、 OK、3000貫通、ゴッドハンドクラッシャー、さらに電信アポシで大アタックし、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。いけ、スタチュー、ほうがそうで、相手の、開門破壊してダイレクト。あー、このデッキバリキメーなー。いや、泥そきすぎ問題発生中。いや、さすがにさ、合金2枚はね、いや、まあ、重制限になるんで一応2枚しか入ってないんですけど、ちょっと2枚はきついですね。あとね、さっきね、ゴッドスライムがね、なんか3枚一気に飛ぶとかいう事件起きてさ、ゴッドスライムいなくなるとこのデッキメインアタッカー不在になるんですよ。いや、ちょ、それが微妙ですね。基本的にはメインアタッカーが不在になってしまうという話がありまして、でもほんとジェムナイト、なんだっけ、パールさんかなんか入れてアタックしに行くしかなくなるから、マジでランク4でね。まあ、まあ、あの一応リダンがあのアタッカーっちゃアタッカーなんですけど、ギャラクシートマホークはさすがにヤバそう。さあ、トマホークからの宇宙が展開されるか。まあ、一応ね、永続がパカれると、まあ、ワンチャーと、ネクロバレがめっちゃ刺さるとかね、いうことが起きると一応高校からでもまくれることはたまにあるんだけど、まあ、基本的には無理だね。うん、基本的には無理。まあ、先行デッキですね、完全なる、まあ、誘発入ったんでね、誘発ゼロ枚っていう現代遊戯王において誘発ゼロ枚で勝てるデッキはないから、さすがにね、高校からね、まあ、先行はいくらでもね、誘発なくてもなんとかなると思うけど、でラドンいいでしょう。あれだな、かつて の, あの最強ムーブ、これね、シムルグいな、まあ、多分ミストバレーの巨神長出てくると思うんですけど、あのね、ミストバレー の, あのライチョウが、ユニオンキャリアいなくなって装備できなくなっちゃったんで、まあ、結構弱くなってると思いますね、このシムルグムーブも。かつてはね、トンホークから無限向こうが一応立てられたんですけど、ユニオンキャリアとかいうね、絶望的モンスターが禁止になっちゃったんでね。絶望的最強モンスターがちょっと禁止になっちゃったんで、ちょっとさすがにね。さあ、これは結構厳しいか。オライオンが出てくると展開がやばいことになりそうだな。なんだろう、これバロネスが出てくるのかな。あ、サベージね。とりあえずサベージ。まあ、一旦サベージから無効にしてくるスタイル。いいでしょう。で、暴天候効果で流星出てきて、これどこまで行くんだろうな。リフンか。なるほど。アーデクとかなんかな。ラドン。オッケー。バロネス、あ、バロネスじゃねえ、サベージ、アーデク、まあ、シムルク、プラス、ミストバレーみたいな感じなのかな。いや、不思議きついな。三妨害無理だな。結構きつい。いやー、無理か。まあ、ちょっと無理そうだな。合金通らなさそうだしな。合金通してくれて、なんかワンチャン永続タップめっちゃ開けるみたいなことがあれば、いけるかもしれないや、知れないんだが。ダークシムルグ、ダークシムルグ、やべえ。カードセットできないんだけど。終わった、もしかして。え、あれ、俺無限法要とか入ってないんだよな、このデッキ。どうしかして終わりました。ダークシムルグあかんくない、これ。ちょ、一旦それ通して。あ、通した、ありがとう。いや、通したけど。やばい、手札何も引っかからない。助けてくれ。カードがセットできなくて、手札のカードが何一つ引っかからないぞ。どういうことだ。なぜダークシムルグなんだ。終わってるやん、これ。クソゲーじゃねえかよ。
ミストバレー入ってるんならさ、なんでミストバレー先に出さないの？